外空間としてはもったいないんで、デッキ、パゴラ、駐輪場。植物だけのお庭になってたからね、土地をフルに利用して。おはようございます。今日はですね、美人系のガーデンリメイクということで、今までちょっとスペースが空いてただけの空間だったんですけど、もっと活用したいということで、デッキを作りたいと思っております。あとパゴラ、もうちょっと設けたいなと。で、日当たりも結構ここはいいんで、都外空間としてはもったいないんで、やっぱり我々としたら外を出て、デッキの上でコミュニケーション。通っているという形の、スペースなんで、よろしくお願いします。これから防草シート貼っちゃいます。デッキ引いてもちょっと草入るとちょっと見苦しいので、草が入れないので、ここの上に全部ビリジャリを一応巻いちゃいます。ある程度湿気とか、ね、そういうものにも対策ができますし、これはもう値段を乗せるための高さに一応固定あれです。値段というのはもうデッキの基礎、骨組みで、その上にデッキを乗せるという形ですから。ここはちょうどパゴラの位置になります。外経由でこうやって行けるという感じですね。昔の渡り廊下。この床を張っていきます。ホワイト。木で呼吸してるんで、やっぱり道を開けた方がいいと思います。ここが芯で、年輪のこれよりは反りが少ない。これだとちょっと反ってきちゃう。
完成。あ、これはね、もう作っちゃった。ああ、そっか。パワフラの紹介だけ、まあちょっとこんな形のあのパワフラもありますよということだけで、一応今回は。角を落とすということによってちょっと空間的に広がりが出ると思います。まあ、パワフラという西洋的な、まあ、日本の場合はパワフラというよりは藤棚、やっぱりそこに植物を絡ましたり、それで楽しむ、空間的にこう抑えるということでも非常に効果的だし、デッキの部分はこれで終了で、今度は道路側の方のスペースをちょっと整備しなきゃいけないんで、今度はそっちの方に取り掛かります。はい、もう一つお客さんの方でここのスペース、自転車3台ありまして、できればここをもっと実用的なスペースにしたいと、まあ駐輪場にしたいということなんで、リメイクしていきます。これ一応ですね、飾りとこれを立てることによって自転車をチェーンでこう横断防止して、採石全部引いて電圧しましたから、頑張り貼っていっちゃいます。ピンクとイエローという形で明るくね、いいのかなと思って混ぜて、目地をちょっと多めに開けて、あの白い石を入れます。はい、
ちょっと天候の具合で雨突然ちょっと降るんで、一応カラネギで据えていきます。水入れないで砂とセメンだけで練って、水が当たれば固まっちゃうんで、はい、問題ないですね。そうシャワーでずーっと、そうすると翌日カチカチになって、この乗る身は平気ね。であとはこれ動くのはネジで連結しちゃう。あと2シーズン、これはもうそれほど一周の合間をこうピシッとやった方じゃないんで、極端にこういう相手がもうナチの白玉っつう石を埋め込んでいっちゃいます。それも柄になるんで、それで一応仕上げになります。はい、チェーンがあれば自転車にかけられるので、まあ、一応チェーンをこういう形で取り付けます。これで完成です。まあ庭の隅とかこういう角なんかでパグラをやるときは放射系は結構使う。で、何図かつくと四角くすると柱がこういうとこに立っちゃうじゃないですか。だから三角っていうことは端の柱で済んじゃうわけですよね。で、空間がうまくそこ使えるという利点があるんで、まあこういう空間で全部パグラを作るならあれですけど、家の方に対して広がりを持つパグラの方がアクセントにもなるし、山に空間を広々と使えるということは利点かもしれないです。はい、
ああいうやって、あの水苔で、あの丸めて、ああいうポイントで柱にハンギングをやると、また随分また違ってくる。で、あの上に取り付けたりぶら下げたり、風鈴を何々とか、いろいろ演出が、外での、あの都外の遊びが結構できるんじゃないかな。ここも今実際にはもう一台車が入るんで、だけどそれをそのまま今の既存の駐車場で同じようにコンクリート打っちゃったら、こっちとのつながりであまりにももったいないかなと。だから車入れるのにも一応タイヤ幅だけ一応入れて、これはもう車入れられます。だけど出した時にやっぱりこっちの延長で庭からデッキっつう感じの流れの方がいいんで、まあ、これも包装シート引いて砂利を引いておりますから、まあ草は完璧もう生えないように。やっぱりデッキが降りたところのこの雰囲気っていうのが一番大事なんで、こんな感じですかね。そうだよね、やっぱり整備すれば広く感じる。まあ色合い的にもちょっと明るく。そうですね。で、まあここをつけるのと、あとこれも結構重いんですよ。こういう形でここで鎖を通せれば、これ自体がもう20キロぐらいあるんで、そう最初はポール自体をこうやったんですけど、まあ防犯的にもここ柵やったものは、まあこういうところにハンギングを、まあ、演出をしたいという要望もありましたので、まあ一度の方に据え直しました。植物だけのお庭になってたからね、土地をフルに利用して、まあ、植物って どんなところでも植えられるんで、まあ、そういう土地の活用のものはいいんじゃないかなと思います。ガーデンリメイクがこれで一応完了です。ありがとうございました。